はい、今日のバズトピは一昨日投開票された参院選の候補者のネット戦略についてです。今回事実上の与野党一騎打ちとなりましたが、自民党の小林和弘さん、そして立憲民主党の森裕子さんともに YouTube や SNS での発信に力を入れていました。そして今回特にバズっていたのがこちら、小林さんがツイッターに投稿した選挙戦最終日に岸田総理が来県した時の様子で、600件以上のいいねがついています。さらに岸田総理がこれを引用して投稿したものについてはおよそ4000件のいいねと大きな反響を呼んでいました。私もこの日は現場にいて熱気を感じましたが、この場だけではなくてネット上でも熱気が広がっていたんですね。大きな後押しですよね。そんな小林さんですが、実は当初は知名度不足が課題とされていて、今回こうした SNS などの戦略が大きな勝利への力となりました。選挙戦のおよそ3ヶ月前、小林さんが来県した自民党の高市早苗政調会長とともに撮影していたのは、小林和弘さん頑張ってや、はい、広がれ和弘、広がれ和弘コールの動画です。小林陣営は早い段階からこのキャッチコピーを前面に掲げ、 SNS に次々とアップ。さらに去年から YouTube のチャンネルを開設し、選挙前から自身の実績や人柄を知ってもらう動画を積極的に投稿していました。ネットを駆使して選挙に臨んだ小林さんですが、実はここまで力を入れるのには理由がありました。県連の中ではネットに関していろんな意味で皆さんに有効活用していただく、その旗振り役をしてきたつもりなんですけれども、今年の抱負を一言取材に行ってまいります。こちらはおよそ4年前に投稿された自民党県連の動画です。小林さんはこれまで県連でネットメディア戦略の対策チームの座長を担当。その座長がネット戦略で負けるわけにはいかないと、今回の選挙でも発信力を高めていました。出口調査の結果を見ていくと、自民党の候補が無党派層の取り込みに苦戦した前回の選挙よりも支持を広げ、小林さんは無党派層のおよそ3割を、さらに20代から30代の若者は5割、6割の支持を得ています。自民党県連の小野峰雄前幹事長は、今回ネットでの発信に力を入れたことで無党派層や若い世代にも支持を浸透させることができたのではないかと活動を評価していました。今後の選挙においてもこうしたネット戦略が勝敗を大きく左右しそうです。以上バズトピでした。